1合に対して大さじ2杯まあ約1合以上あるかな、大さじ2杯こんなもん。よし、じゃん、はい、お刺身セットです。本マグロ、マダイ、シマアジ、マハタニ、カンパチ、うん、なんとこれ1000円で買いました。2980円が半額になって、それでもさらに安くなって1000円ポッキリ。いやー、お宝をね買いました。はい、スーパーの閉店前です。こちらは刻みアナゴ、これいくらだったっけ、500いくらでした、うん、はい、今日はこちらのお魚とラップ、はい、これ寿司飯です。で、はい、もうお分かりですね。じゃーん、これキャンプで余った海苔がたくさんあるんで、おにぎりを作って余った海苔が、これを何とかして美味しく食べようと、そこでひらめいたのが、はい、これそうです、手巻き寿司です。本日はこちらのお刺身と海苔と寿司飯で美味しい私だけのオリジナル手巻き寿司を作ります。海苔、これ1枚使う？あ、1枚使っていいな。え？半分にする？もうガッと男の料理でね、うん、こんなもんで、はいはい、ライスをしっかりとね、やっぱり大トロからいきます。大トロどうなんでしょう、これ、これは島味、大トロと島味をこう、見えます？はい、大トロと島味ね、これで、はい、あ、多い、あ、おおお、これはこれはなんぼなんでも多いわ。いいよ、はい、で、あ、はいはいはい、いいね、で巻いて食べるだけ。え、どうやって巻く、なんかこうこういうことよね、こうやったら海苔巻きになってしまうまあいいのよ、腹に入れば。え、うまいこと巻けんぞ。あ、こういうこと、なんかクレープみたいに巻くやん。あ、いいねいいねよしよしはい、できました。それでは大トロと島アジの手巻き寿司いただきます。
ほら、大トロがはみ出ております。一口目は海苔が多すぎました。次から海苔が、でも海苔たくさんあるよ、まだ。いや、美味しい美味しい。お刺身いっぱいあるんで、これ全部ハーモニーってどうなん、寿司ネタの4種類ぐらい入れる。はいはい、4種類入れてみました。これマグロの赤身も入れてみるか。あ、美味しそうだ、真ん中に。うん、でわさび、よし、はい、これを巻いてみる。巻き方が、もう別に海苔巻きでもいいけどね。ダメな、はい、できました、手巻き寿司。それでは、いただきます。うん、もう、お腹いっぱいやで。これはね、まあまあ、それは予想してました。焼いて食べます、これ。今日はどうか知らんけど、焼いて醤油かけて食べても美味しいよね、魚って。うん、はい、2個で腹いっぱいやん。いいよ。あ、今度これいきます。アナゴたっぷりね。あ、穴子のタレも入っとる。いいやろ、かかっとくから。はいね、贅沢な。そう、どんな料理もそう、自分の家でやればもう贅沢にできるから、ケチらないで。これが一つやっぱりいいよね。はい、ジャンボアナゴ手巻き寿司の完成です。うん、でかい。ちょっと中入れて。ね、クレープみたいよね。うん。うまい。うまい。寿司飯とアナゴのタレがよく合う。もう少しご飯あるんで、うん、3等分だ。はい、3等分しまして、あー、お米これ1合以上あるな。 1.5 巻く、はい、巻いて、よっと、はい、大トロの軍艦です。
トロの軍艦。わさびをかけまして、お醤油、はい、いきます。でかいの、うん、あ、あ、この方がうまい。うん、手巻きより軍艦の方がうまい。ネタが、ネタの味をしっかり味わえる。手巻きにするとなんかもう海苔でぐじゃぐじゃになってネタが味わえない。これ何やった？カンパチか。カンパチってブリの子供やろ。はい、ね、カンパチ。うまっ。はい、ネタがなくなって、でさらにこうネタを乗せると、うん、こうね、はい、おいしい、おいしい、おいしい。やっぱり軍艦やな。うん、さあ最後、こう巻いて、はい、ここにじゃーん、アナゴさんをね、よし、はい、できました。アナゴの軍艦、はい、これいきます。うん、うん、あ、うまっ、軍艦うまっ。あー、腹いっぱいや。まあご飯は全部食べた。ネタがやはり余りましたね。これは焼いて食べます。全部焼いて。なんかある？焼いてバクッと食べた方がいいやろ。フライパンで。本日は手巻き寿司を作って食べました。100点。手巻き寿司よりも、手巻き寿司って魚だけの手巻き寿司なんてないってことですよ。鉄火巻きになってしまう、ただの、うん、ね、口の中に入れれば同じなんですよ。海苔とマグロと寿司飯だけど、軍艦にして乗っけて食べることによって、お魚のと、お魚のなんちゅうの、はっきりと味わえる。アナゴにしたってマグロにしたって、うん、鉄火巻きとか手巻き寿司っていうのはなんちゅうの、やっぱりそれぞれの個体の味を味わうことができないから、やっぱ俺軍艦の方が好きかな。うん、だからカッパ巻きってあるやん。カッパ巻きも、あの、軍艦にしてキュウリを上に乗っけて食べるとまた味が違うんじゃないでしょうか。
そう、うん、そんなことを思いました。あ、100点。腹いっぱいやで。